ヤモンドレースの優勝戦、ハリ2秒前、1秒前、各社一斉にスタート、ギアオン。さあ今度は綺麗なスタートを行き足、8番を打ちます。8番がいいスタートを打ちました、松尾貴博。そして1番の松尾兄弟コンビがいいスタートを打っています。さあその後方に7番の高林がちょっと詰まり気味が、2番手を主か、それよって5番の早くも田中シェルが上昇であります。追っています、追っていた2番の別府。そして内には4馬車天候早船。さあバックスタッチ前車がブーンと入ってまいりました。3コーナーから4コーナーの完成。さあなんと頭は3番車であり、3番車であります。起点の下角であります、起点の下角でありますが、さあ影になってわからなかった赤い勝負がなんとなんと中段上早くも突破であります。3番北口坂野は現在先頭であります。3コーナーから4コーナー、2番手は5番車、2番手5番車の関係になっています。3号タイム、3号タイム、北口坂野が現在先行です。それよって5番の田中シェルの展開。さあ赤い勝負弾丸スタートがぐーんと抜けてまいりました。赤い勝負3コーナーから4コーナー、何度見てもあれが3番車であります。2番手5番車、さあ追走すれば田中シェル、3番手は先生青の4周回になります。赤い勝負が開いています。北津久門、北津久門が現在先頭、2番手5番車田中シェルの展開、3号スタイル。さあ3番手には6番車か、6番車か、こちらが身を愛するは池田の展開、それをよって4番車早め、あと3周回です。3番です、北津久門が現在先行しています。それよって5番の田中シェルの体型です。3号スタイル、3号スタイル、赤い勝負が入った北津久門です。SS スタートは伊達じゃない、現在先頭を走るのは3番車、3番車であります。2番手は5番の前で田中シェルです。3番5番、3番5番のスタイル、それを追って3番手4番車早船、早船が現在3番手に上がりました。6番池田が現在4番、おお、ここでいった、先頭先頭先頭、流れ込んで5番が差し込んでいます。ここで5番、ここで5番か、あと1周回持ち込まれた、持ち込んだ、おお、中央無尽の走り、ここで縫うように5番の田中シェルが上がっています。田中シェルが先頭、田中シェルが先頭に勝った、男の石だ、坂戸が行った、坂戸行った。さあここはリュウカウス決戦、まだ分からない、流れた、2車のマシン流れた、2車のマシン流れているが、5番か、5番か、5番か、4番か、5番か。3秒、2秒、第10レースの準決勝、スタートを切りました。3番の浜野、気合のスタート、浜野そして若い、この2人が好スタートを切りました。ゼロハンは飯塚が行っています。飯塚が先行しました。そしてアウトコースから8番金子、3番手が3番の浜野潤、浜野がスタートを決めました。そして6番の高橋光、現在後方から2番手、そして1番人気田中茂が早めに今5番手から4番手と上がってこようとしています。レースは残り7周回、先頭は7番の飯塚正光、ベテラン飯塚が引っ張っています。金子がアウトコース2番手、3番手が3番の浜野潤、浜野が3番手、その後ろ5番の田中茂が上がってまいりました。田中茂が4番手、その後ろ跳ねまして4番岩田、アウトコースが2番の若井智和、内側から高橋、高橋の伸びはどうでしょうか。現在7番手、最後方が黒岩明、レースは残り6周回、飯塚が先頭、飯塚が頑張っている、ミスターオートが頑張っている、アウトコースは8番の金子大輔、金子2番手、3番手5番の田中茂が上がってまいりました。田中が3番手と上がっています。3番の浜の4番手に交代しました。その後ろは離れている2番の若井、さらには4番岩田、内側に6番高橋、高橋は後方でちょっともがいている、1番の黒岩が最後方。さあ先頭は飯塚正光、ベテランの飯塚、アウトコースは8番の金子、金子はなかなか飯塚をまくれない。さあここで勝負に出る、ここで勝負に出る、しかし少々膨らんで内側から5番の田中茂、田中が集まりました。レースは残り4周、このレースも前3車の攻防か、先頭は飯塚、飯塚正光、ミスターオートが、さあ唯一が見えてきたのか、まだまだ先は長いが飯塚が先頭だ。2番手が5番の田中茂、8番金子、3番手に交代しました。金子が3番手、先頭は飯塚、飯塚先頭、2番手が田中茂、レースは残り3周、ベテランがこのレースも頑張っている、飯塚が先頭だ、飯塚が先頭、その勇姿が戻ってまいりました。飯塚正光が先頭だ、2番手が田中茂、3番手は8番の金子大輔、金子3番手力つけたか、その後ろから上がってくる3番の浜野、さらには2番の若い高橋は6番手、レースは残り2周、前の2人が抜けている、前の2人が抜けている、飯塚正光が先頭だ、飯塚が先頭だ、2番手から田中茂、この2人が抜け出した、3番手は差が開いている、差が開いている、3番手、3番手8番の金子、内側から3番浜野、さらに2番の若いでありますが、前の2人が届かない、レースは残り1周のブルーフラッグ、飯
飯塚正光が帰ってまいりました。飯塚が先頭だ。飯塚先頭、田中茂を抑えるか。田中は2番手、先頭は飯塚だ。飯塚正光が先頭だ。ファン投票に応える走りは飯塚正光。飯塚が先頭、飯塚が1着。2番手が5番、田中茂。3秒前2秒前1秒前、スタートしました。飛び出していったのは浅香、そして浜野、外からは8番の東尾の釜石が、内から受け止めるのが7番の鈴木浩二。さあこの辺り先頭争いは混戦模様。さあ道を救ってくるか。この辺り混戦模様、外からは7番の鈴木浩二か、そして8番の東尾のか。真ん中ついて抜け出したのは6番の岡部。やはりインコースについて6番の岡部が抜け出してきました。外まくっていくのが8番の東尾野がまくっていく。しかし主導権を握ったのが6番の岡部。人気2人の一騎打ちか。6番の岡部が先行、そして内を救っては4番の有吉が上がってきています。どうやら岡部、そして有吉、東尾野の争いとなってきたようです。先行するのが6番の岡部、そして2番手は有吉が抜け出してきました。ちょっとこの辺りは東尾野が離されました。そして中南一は内をついてくるのが、この辺りは7番の鈴木浩二。鈴木浩二がインコース巻き返すか。先頭依然として6番の岡部。この辺り東尾野は交代気味、代わって鈴木浩二が3番で上がってきました。先頭は依然岡部。しかし虎視眈々2番手から狙ってくるは有吉、そして内からやってきました鈴木浩二。地元ベテランが2番で上がってきました。残りは4周回、半分切りました。6番の岡部が先行。さあ鈴木浩二がここは狙えるところまで上がってきたのか、そして巻き返しまであるか。有吉、東尾野がインコース突っ込んでくる。先頭は依然として岡部。岡部が先頭。しかし2人マークの展開。残り3周で鈴木浩二が2番手、3番手には東尾野がってきた。先頭6番の岡部。さあ仕掛けるところまで来ました。鈴木浩二がインコースしっかり蹴るか。突っ込んできた。場内大歓声。しかし流れた、鈴木浩二流れました。差し返した岡部。岡部が差し返しました。さすがこの辺りは冷静です。岡部が差し返しました。しかしまだ鈴木浩二にチャンスはありそう。そして3番手は東尾の有吉の争いです。さあ前は一騎打ち、岡部が残り1周。さあこのまま押し切るか。鈴木浩二がもう1回迫ってきました。優勝戦最終周回、鈴木浩二がアウトコースに持っていく。さあインコース持ち込んでいくか。もう1回インコース、鈴木浩二がインコース。さあ地元タイトルへ、鈴木浩二突っ込んだ。鈴木浩二がここは三つ木は乗りずつったか。しかしインコースもう1回岡部、鈴木浩二だ。鈴木浩二やりました。 G1 初優勝。2秒前1秒前、スタートしました。 10m は外の柳が好スタート。田代はちょっとダッシュがつきませんでした。20戦は6番の落ちが先行です。そして30戦は黒岩、さらに4番森、高橋は最後方からの追走です。まずは逃げ展開は8番の西村、2番手ですが、10戦両者に内から7番の田代がかわしていきます。その後ろはインコースを突く3番の黒岩、真ん中突く5番の高橋、外を回っていくのが4番の森ですが、この3人一緒になって上がってきました。一気に内をついて5番の高橋が先頭争いに浮上していきます。8番の西村先頭で7番の田代がインコース仕掛けます。気合の走り7番田代ですが、この追いついて高橋、さらに最内4番森と上がっていきます。残り4周回、さあ田代に内から5番の高橋、そして3番手から4番の森と追走。さあ内から仕掛ける、もう1回内仕掛けます、7番の田代。さあマッチレースか。森もインコース伺います。1番内、4番の森、内がぽっかり開きましたが若干滑り気味。真ん中田代、大外が高橋。さあ三つどもえの攻防になっていますが、内から森がここで抜け出してきました。しかしもう1回差し返す、気合の走り7番田代ですが、この内もう1回5番の高橋。さあ大激戦の攻防、高橋、そしてもう1回インコース田代。さあ3番手から森もチャンスを伺いまして、残りは2周。田代高橋のマッチレースか。これに食い込むか。4番の森、もう1回インコース、5番の高橋、入れ替わりの激しい攻防。さあまたもインコース、田代が突っ込む、外流れた高橋、森が内からやってきた。残り1周最終周回、内切り返す高橋、森が外飛んでいった。さあ高橋が差し返し、田代も内を狙う、森も内を狙う。さあ大激戦は高橋か。ここで抜け出しました。
絶対王者高橋光嗣、大激戦抜け出して森田代が続きます。高橋が抜け出した、ゴールイン。3秒前、2秒前、12レース優勝戦スタートしました。30班のスタートはどうか、うち2社が好スタート、さらに3番の早川清太郎も好スタートであります。今30班は3社3社に分かれたような格好になりました。レースを引っ張っていくのは8番7番の軽ハッテで、さあ逃げる8番の小田雄一郎、そして竹内もじっくりと構えてまいりました。10班からじわじわと追い上げるが、さあ好スタートを切った2番の藤岡が3番手から2番手をかかっていく。さあ8番7番2番、そして3番の早川清太郎も4番手。さあこの2番3番藤岡と早川の動きがいい3コーナーから4コーナーであります。依然として逃げる8番の小田雄一郎、しかしここで2番の藤岡が上がってまいりました。初優勝を目指す藤岡が単独2番手、その後ろ6番がつけております。高橋光嗣がやっぱりここで上がってきたのか。さあその後ろに3番の早川があります。さあぎゅーっと前が詰まってまいりまして、逃げる8番の小田雄一郎、そして2番の藤岡踏ん張るところ、残り3周回後半戦というところで高橋光嗣が3番手から虎視眈々であります。その後ろ3番の早川、4番の浜野も整備で答えが出たのが来ているぞ。今高橋光嗣が藤岡の内をついてくる。これで2番手浮上であります。2番手浮上高橋光嗣、さあ前はあとは小田雄一郎だけです。ここで内に入ってきた、ここで内に入ってきた。さあここで速攻であります高橋光嗣、しかし早川が来た。なんと早川が高橋を指してまいりました。3番6番体型で、さあまだ何が起こるかわからない。さあまだ3番先頭、まだ3番先頭、ブルーフラッグレーサー最終周回に入りました。浜野も上がってきたぞ、浜野も上がってきたぞ。3番6番4番体型、高橋光嗣が刺されて刺されて2番手なのか。先頭は3番の早川清太郎、早川清太郎、若武者が高橋を封じた。3秒前です。選抜予選12レーススタートしました。ハンデ 10m ラインからは同体です。伊藤昌司か、インコースから小関、伊藤昌司がまくっていきました。さあ最終ハンデでは一気に詰まるような格好、五十嵐先手を取ったのは荒尾聡であります。さあ3番手以降が団子状態になっています。 10m 線から先手を取った伊藤昌司の後ろが大混戦になっています。高橋光嗣は最後方から、さあこの集団突破するのは誰か。清水のペース、2番手伊藤幸人、まずは後続に取りました。ここが1枚の壁になっています。さあそのインコースを突破するのは同じく19期の小関勝春です。伊藤昌司は外、内側から五十嵐、この時高橋光がまだ最後方です。先頭は8号車の清水、2番手が小関、そして五十嵐和夫が3番手につけています。これは高橋光嗣かなり厳しい状況になりました。先頭はまだまだ清水のペース、2番手が小関であります。そして3番手五十嵐、残りは3周でありますが、荒尾と高橋光嗣は突破口を外に見出すか。さあ外から開けていく荒尾、荒尾が中段を抜け出すか。そうならば7ボールは真ん中からと高橋光嗣、インコースから若い友和、若いが突破、さらには外から高橋光嗣、凄まじい勢いで上がってきた。残りは2周であります。先頭小関のペース、2番手若井友和が救っていく。小関を救った若井、さらにはインコースからストリーム雑誌を出すか。高橋が現在2番手の位置であります。先頭若井友和、2番手は高橋光嗣であります。さあ斜めになって高橋、残り1周高橋が先頭に上がった。2番手は若井友和であります。3番手はどう、おっと、なんと場内は熱狂の渦であります。なんと高橋光嗣大大大逆転は若井友和、外から高橋でありますが、どうか若井友和。日刊スポーツ G2 サザンカカップ優勝戦スタートを切りました。まずはゼロ班は外から山中か、3番の荒川がスタート立ち遅れました。おっと後方からは高橋光嗣が中村の外から一気の仕掛け、高橋光嗣、中村よりもまずはスタートで前に出ました。4番手中村、その後ろから追う競争になりました。さあ高橋が早くも3番手と上がるんでしょうか。光村を突破して高橋が3番手、中村雅人は落ち着いているのか。現在5番手から4番手へと上がってまいりました。行かれましたがついてきているぞ、7番の中村雅人。高橋の後ろから中村がぴったり影のようについてまいります。
残り6周回、先頭山中、2番手が1番平川、船橋の28キロ突破していくのは8番の高橋貢、高橋2番手、中村3番手、さあ人気の2人が2番手3番手上がって、この4コーナーから立ち上がり、高橋が難なく山中を捉えて先頭に抜け出しました。しかしまだまだドラマはこれからにあります。2番手山中、その後ろから来ているのは中村雅人、さあ同期を捉えて中村が2番手へと上がってまいりました。ここからが見物であります。さあ高橋がスタートから主導権を掴んでいきました。ここからの勝負、スタミナ勝負、中村雅人2番手から、さあ高橋に挑戦状を叩きつけるのか、その車間が縮まってくる。さあ何かが起こりそうか。残り3周、高橋に次ぐを追ってきたのは7番の中村雅人。さあ中村が体勢を作る、場内大歓声大歓声、中村雅人高橋を捉えた。さあ船橋の名勝負が始まった。中村、高橋、この2人の対決を楽しんでいるかのように差し返す高橋、やり返す中村、デッドヒート、譲らない、打ち合いになった。波乱な中村、差し返す高橋、場内割れんばかりの大歓声、これが G2 か。まだまだ見たい2人の対戦でありますが、さあ高橋か中村か、中村差し返すか、もう1回入った、中村入った、高橋が差し返してまいりました。この2人の対決は王者に軍配か。役者は揃った大一番、2012戦いはクライマックス、スーパースター王座決定戦スタートしました。さあ注目のスタート争いは、内側から木村武しか、長江が好スタート、しかし並んでいく、木村がトップスタート、長江の内側潜り込んでいくのは荒尾でありますが抑えた。さあ長江が打ち突っ込んでいく、3コーナーでは長江が木村を競り落としていきました。長江大輔先頭に上がりました。夢中になって走る10周回、さあその長江がレースをリードする存在になっています。長井大輔が先頭、2番手には1番の木村武史、さらには4番金子大輔が3番手から続く感じになっています。荒尾の内側攻めてくるのは3番高橋光、この3コーナーでは4番手に順位を上げました。2番手争いは浜松勢の攻防になっていますが、金子は捉えていきました。金子大輔が1番の木村をさばいていきまして、2番手へとステップアップしてまいりました。まだまだ先は長い10周戦です。レースをリードしている長井大輔、2012年は弟子との悲しい別れがありました。長井大輔、さあ長井がその思いを封印して戦っています。長井が先頭です。2番手に金子大輔、さあ結婚一滴金子は入るのか、内を締めている長井、ちょっとインコースに詰まった金子、高橋がまくっていく、まだまだ盛り上げの中心にいたい、こう囁いていました。ここをどうじゃ、今年の顔もやっぱり高橋なんでしょうか。高橋が2番手に上がった、さらには先頭の長井を攻めに行く、内側大競りになっている、その後ろ3番手で待っているのは4番金子を救っていく。さあ先頭は高橋が抜け出して残りは50であります。2番手もう1回木村武史が返り咲いてまいりました。3番手に交代は4番金子大輔、4番手には長井の体勢になっています。先頭は高橋、リードは3写真あります。まだまだセーフティーではありません。2番手木村、3番手金子の体勢で残り4周を切りました。1番の木村が2番手、ハイリスクハイリターンの石枠をあえて選択しました。木村強い気持ちで戦っています。しかしその内側から金子は突進だ、健康一滴金子が入ってきました。2番手に上がりました。残りが3周です。先頭十分なリードがあります。高橋光が先頭です。今年もオートレースシーンの中心にいました。走るたびに伝説を作って、さらに進化の道をたどっていく、これぞ貢ブランド、狂ってみせた夏は空前の SG、 20回目の優勝が見えてくるのか。残り2周を切っています。先頭高橋、2番手は金子大輔、3番手1番の木村の並びになっています。3番高橋貢が先頭です。4コーナーを立ち上がります。ありったけの力を振り絞って、残りは1周であります。憧れの舞台で大一番で優勝を目指した金子でありますが、その前に立ちはだかったのは3番高橋光、前人未到の金字塔を打ち立てます。史上空前の SG20 回目の優勝だ。スタートまで3秒前、11レース
スーパースター王座決定戦スタートしました。インコースから1番のアローサトシ、好スタートを切りました。アロートップスタート、さらにはかましてくるのは中村、さらにはちょっと膨らんだのは青山であります。さあ4番永井大輔は3番手からの競争です。1番のアローの内を刺したのは3番青山周平でありますが、これは勢い余った、膨らんでいく、さらには4番永井がついていく。先頭はアローサトシであります。アローサトシ、その内を永井が健康一滴入っていく。しかしアローは根性で抑えました。さあアローがこのレースキーマンになっている。2番手で4番永井大輔、そして3番青山周平と競り合いながら、まだまだ勝利の女神は行ったり来たりという序盤戦。レースは残り8周回です。先頭はアローサトシ、2番手には4番永井が続いています。3番手青山周平のインコースから2番の浦田慎介、青山にマットをかけるか、さらには永井の懐までバイクが伸びてくるのかどうか。先頭は1番のアローサトシであります。2番が4番永井大輔、そして3番手青山、さらには浦田慎介。これは史上まれに見るスーパースター王座決定戦になりました。1番のアローが先頭です。2番手4番の永井大輔、3番手青山周平、人気の2人を従いましてアローが先頭を守っています。残りは6周回、さあ青山がもう1回突っ込む。1コーナー青山の動向やいかに、ここは綺麗に回り切りました。青山周平先頭だ。2番手にはもう1回、今度はインコースから浦田の姿があります。外には永井大輔、これをじっくり見定めている中村、現在4番手。残りは5周であります。さあ船橋勢がワンツースリーになるのかどうか。2番手に中村が上がってまいりました。2010年以来の優勝を目指して中村が不気味であります。昨年のこの大会は中村もそのトライアルで両小屋の落車でありました。病院で新年を迎えました。あれから1年、悪夢から自ら立ち上がってまいりました。中村が現在2番手の位置、先頭は青山周平であります。2番手は中村はそのそして永井は3番手、浦田は現在4番手。さあ青山が時代を変えるのか。残りは3周であります。外から中村、健康的にまくり切るかどうか。1コーナーから2コーナー、先頭は青山周平になります。2番手は中村の里、そして3番手永井大輔。まだまだわからないこの優勝戦、先頭は青山周平になります。2番手は中村の里、残りは2周回です。先頭は青山周平、2番手に中村、そして浦田慎介。さあコスタンタ、浦田が3番手から狙っています。永井は現在4番手のうち、3コーナーから4コーナーに向かいます。先頭は青山周平、さあ中村どうか。残り1周回、目をつぶって入っていく。中村が先頭か、中村が先頭に立った。2番手に青山周平になります。最終コーナーに向かって先頭は中村、相当から青山になりますが、先頭は中村となりました。中村が2度目の頂点に立ちました。SG 第33回オールスターオートレース優勝戦スタート、1秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ注目のスタート争い、外からアローが電光石火のスタートを見せる。外からぶっ飛んできました。8番のアローサトシが奇襲の8コースからトップスタートを切りました。これは驚いた。アローサトシが行った。2番手には青山周平、篠原敦が3番手。レグサー2周回目、さあ1コーナーで青山が突進だ。青山が先頭に上がった。まずは序盤戦の第一関門を青山周平が突破になりました。先頭に上がった青山、2番手にはアローがつけています。3番手篠原敦、4番手に中村、その後ろ砂見和之と続いております。さあ競争は残り8周回、まずは序盤戦望み通りの展開になった。1番青山周平、 SG 初制覇という未知の領域に向かっています。2番手にはアローサトシ、3番手に中村、4番手篠原の外から砂見のまくり、どうか。4コーナーで4番手に上がってまいりました。残りは7周回です。さあ2番手に中村が突進だ。中村が際どくイン鋭く入ってまいりました。さあ中村、この後の動き不気味であります。昨年末のスーパースターもレースの中盤から終盤にかけて青山の背中を懸命に追いかけました。中村残り6周回、先頭は青山周平だ。しかしまだまだ忍び寄っていく2番の中村、昨年末の再現を見るような感じになっています。さらには3番手津波の動きも実に不気味、3番手に上がった。さあ中村来るか、残り5周回、中村が倒すのか。青山の懐捉えた、中村が先頭に立った。またもや青山の前には中村が立ちはだかるんでしょうか。3番手には津波和幸、4番手に浦田慎介の対戦になっています。さあ力は合わせていないか、またもや SG 制覇はならないか。青山は現在2番手の位置、先頭は中村雅人。レースの中盤戦先頭に上がりました。
緻密な戦略でクレバーにさばいて抜け出しました。中村が先頭です。川口バンク、まさに中村雅人のテリトリーに入っています。残り3周回、先頭は中村、青山周平2番手の位置、3番手に須田和之となっています。先頭は中村雅人、2番手に青山周平の体勢に変化はありません。須田には3番手、津波にも SG 初制覇の夢がかかっています。まだまだ可能性を秘めています。残り2周を切りました。先頭は中村、さあもう一度青山が近づいてまいりました。青山が近づいてまいりました。史上最短の SG 制覇をかけまして、青山周平、さあ渾身のツッコミを見せることができるかどうか。しかしその前には大きな大きな背番号2が見えている。さあ斜めになって青山周平、渾身のツッコミ、中村が差し返していく。さあ船橋の壮絶な争いになっている。1コースから中村、外から津波が現れた。しかし先頭は中村、またもやまたもや中村だ。2日目のメインカードです。12レース、3秒前、2秒前、1秒前、スタートしました。さあ 10m の飛び出し、内から2番の平田行く、3番の田中は遅れた、外から4番の荒尾が続く、さらに5番の永井という体勢になりましたが、岩田がここは10戦から先行しますが、インコースを狙って4番の荒尾、荒尾が入ってきた。さあ荒尾が早めに仕掛けてきました。外から5番の永井も続いています。さらに内側狙って3番田中巻き返す。2周目に移りまして、逃げる1番の牧野、さあ2番手ですが、インコースを狙っていく3番の田中、荒尾がしのぐか、荒尾が先に仕掛ける、荒尾が先頭、1番の牧野をここで捉えました。荒尾は先頭に上がりまして、さらに3番手から3番の田中も巻き返してきました。外からは6番の高橋も上がってきました。レースは残り4周回、4番の荒尾がレースを引っ張りますが、すぐ後ろ3番田中、さあこの後ろですが、高橋、浦田と一緒になって上がってきました。さあ地元勢はまだこの後ろ、永井と中村、永井は後ろまで後退してしまいました。残りは3周、先頭は4番の荒尾、2番手3番から杉内行くも、インコースを狙って7番の浦田が一気にやってきた。外から8番の中村も一気にやってきた。さあここは中村がちょっと外を弾かれるような感じになりまして、一気に後退。さあ2番手再び3番の田中ですが、先頭依然4番の荒尾で、残りは2周。さあ高橋も後ろから追い上げてきた。そしてインコースを狙って3番の田中、しかし入れず、今度は外から7番の浦田がアウトコースからインコース、4番荒尾との争いです。残りは1周、最終周回です。激戦になりました。4番の荒尾、外7番の浦田の争いに、今度は後ろから長井も巻き返す。さあ3番ダラスイは地元勢、最終コーナー4番ラオ、7番浦田の争いに内から長井もやってきまして、5連船橋を登録15年の夢物語最終章、12レース優勝戦スタートしました。さあスタート争い、内側から青山周平がトップスタートを切りました。さらには内側から木村武史、長井も上々なポジション取り、さあ長井の優勝への青写真はこの2番だから1周3コーナーの仕掛けであります。長井が先頭に上がりました。コーナーごとに一騎一遊、さあ逆襲に転じる青山周平が再度先頭に上がっています。先頭は青山周平に変わりました。2番手は永井大輔、そして3番手には順次元、木村武史が続いています。4番手に中村雅人の体勢です。先頭は青山周平です。気持ちで走っています。4コーナーを立ち上がって、さあ再度内を攻めていく、永井が先頭に上がっていく。残り6周回、永井が先頭に出しました。外から青山周平になります。そして3番手中村がやってくる。その後ろには2番の木村、荒尾聡は中盤です。残りは5周回、先頭は永井大輔、永井が先頭です。青山が追走しています。魂の走りを見せています。この両雄の戦いです。3コーナー永井が先頭、2番手には青山、再度チャージをかけられるかどうか。4コーナーを立ち上がっています。残りは4周回、先頭は永井、2番手には青山の体勢変化はありません。マッチレースになりました。先頭は永井、2番手に青山、どんな思いで走っているか。永井が先頭です。2番手には1番の青山周平、ワンチャンスが到来するのか。残りは3周回、先頭は永井、2番手青山、いずれも地元勢が先頭2番手を形成しています。存続の願いは叶いませんでした。かつてのスーパースターが築いた地盤で多くを学んでいます。永井大輔、青山周平、経験は大きな力になりました。思いが詰まった大場でコース、感謝の気持ちで走っています。残り2周を切っています。さあ 1000m を切りました。永井が先頭です。2番
番手に青山周平、その差は一車身となっています。先頭は長い、先頭は長い、4コーナーを立ち上がって青山が内を狙っているが入れない、わずかに長いが先頭だ。思う存分泣いてください、枯れるまで泣いてください。長井大輔先頭、2番手には青山周平、最終コーナーに向かっています。不滅の王国船橋、最後の最後まで強かった。最後を締めたのは船橋の長井大輔。7名の選手が幻想に飛び込んでいきます。3秒前、 SG 第32回スーパースター王座決定戦スタートしました。さあスターターどうか、青山が行くのか、鈴木一郎か。トップスタートは青山周平、青山が行った。さらには鈴木一郎も行く。内側では荒尾がありますが、さあどうか。まずは青山周平、さらには鈴木一郎、早くも両選手因縁の対決。相当から長井の姿もあります。さあ強まくりを放っていく鈴木一郎、受け止めるのは2番の青山周平であります。レースは2周目に入っています。青山、さらには鈴木一郎、荒尾もコシタンさんと3番目から活路を見出せるかどうか。何か荒尾には底知れない可能性を感じます。まくりかける鈴木一郎、2番手は鈴木一郎、内側から荒尾も迫っています。残りは8周回、先頭を我慢する競争になりました。青山周平、また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 天敵鈴木一郎との競争になりました。しかし待ったをかけるのは荒尾であります。さあ無限の可能性を秘めている荒尾、荒尾が2番手からトップを狙うか。残りは7周回、2番手に荒尾が上がってきた。さあ2番の青山のすぐ後ろ、荒尾が来ました、荒尾が来ました。今日は途中で一雨ありました。雨降って荒尾が覚醒するのか。14回目のスーパースタートライアル、そして11回目の王座決定戦。さあ残り6周どうか。青山が頑張っている、青山が頑張っている。勝利への正解を見出せたのかどうか。青山周平が先頭であります。昨年は一瞬で奈落の底に落ちました。青山挫折を乗り越えて今先頭を走っています。残りは5周回、しかし2番手荒尾聡、まだまだチャンスがあり、まだまだチャンスあり。バックスレッジへ抜け出していきます。さあ荒尾にとってもこれは優勝へ千載一遇の1番であります。3番手鈴木一郎、競争者は長距離専用に仕上がっている、なぜか10周専用に仕上がっていると話していました。ここからが鈴木一郎の真骨頂であります。滑った青山周平、さあ内に詰まった荒尾聡、外から鈴木一郎受け止めている。荒尾聡まだまだ踏ん張っている、まだまだ踏ん張っている。さあ水と燃え線になった、外から鈴木一郎。さあ千載一遇の人生をかけたツッコミが見られる。さあこの3コーナー、荒尾が先頭に上がった。幾多の名勝負運だ荒尾聡が、そして幾多の王座決定戦先頭を走った荒尾聡、しかしまだ先頭でのチェッカーフラッグはありません。荒尾聡がさあ夢に向かっている、荒尾が夢に向かっている。3コーナーから4コーナー、今先頭で荒尾が立ち上がりました。憧れの夢のスーパースター優勝へ、いよ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 ラストスパートの最終周回に入っています。11回目の挑戦で悲願の頂点が見えてまいりました。荒尾の長かった冬が終わろうとしています。ついに荒尾が勝った。5秒前、3秒前です。12レース優勝戦スタートを切りました。今度は決まりました。さあまずは0番のスタートは新井潤、電光石火のスタートを決めていく。スロー後ろでは10戦のスタート、さあ高橋光がまずは4番手につけていく。その後方では高宗良治、そして鈴木圭一郎の場所はどこだ、どこにいる。現在は7番手当たりか、鈴木圭一郎現在7番手。レースは2周目と入っていきました。まずは新井潤が主導権を握っていきます。朝霞潤が2番手、そして3番手渋沢の1コースに入ってきたのは絶対王者高橋光。さあ入ってきまして前2人を襲い込んでいこうというところ、2番手に上がっていきました。さあ前は1人になります。高橋光、新井潤先頭になりますが、その新井潤をこの位置で捉えていきました。さあ先頭に躍り出ました高橋光、前人未到の200塁へ、この時点で先頭に躍り出ました。鈴木圭一郎は現在5番手、鈴木圭一郎5番手になります。先頭は6番の高橋光、3番の新井潤が2番手、3番手1番の朝霞ですが、さあその朝霞に手をかけようと早川聖太郎、鈴木圭一郎、グランプリで悔しい思いをした2人が現在4番手、レーサーが残り8人となっていきます。前はリードを作ります。
ました。高橋光太がいます。2番手1番の浅川が上がってきました。3番手争いに接戦、3人で争っていますが、わずかに新井潤が優勢という状況。ナンバーワン小野福、鈴木圭一郎、現在は4番手から3番手をかかっていく。レーサー残り3周ということになります。前はリードを作っている高橋光太、3番手からさあ2番手に上がっていこうというところ。さあこれで絶対王者とナンバーワンの争いになっていくんですが、まだリードがある、まだリードがある。高橋光太残り2周に入っていきました。先頭は6番の高橋光太になります。さあ猛追していく、猛追していく鈴木圭一郎。稲妻賞優勝戦、絶対王者なのか、それともナンバーワンなのか、残り1周、残り1周となりました。さあどちらなんだ、高橋光太の200位なのか、それとも鈴木圭一郎の2場所連続完全優勝なのか。待ったをかけたのは鈴木圭一郎。この最後の最後、待ったをかけた差し替え相当高橋光太を呼ばず鈴木圭一郎が優勝。